Alexa, how's the weather in London? Currently, in London, United Kingdom, it's 6 degrees Celsius with cloudy skies. Tonight, you can expect clouds with a low of 4 degrees. Alexa, when is your birthday? It's November 6th. I also share a birthday with the Oscar award-winning Steel Magnolia, Sally Field.はい、今日はラズパイ3 B プラスでアレクサを作りました。英語版ですね。他にもたくさん YouTube で動画出てるんですけども、念のため自分が忘れないように防備力として動画作りました。はい、というわけで大まかな流れがこちらです。材料一覧。SD カードにヌーブスを入れます。組み立てて SD カードを挿入。ヌーブスをインストールして再起動。で、そこからは Amazon デベロッパーで ABS をゲットします。で、CLI でラズパイに ABS を入れて、ブート方法を変えるところまで。で、最後に初心者のハマりどころを収録しています。はい、材料一覧ですね。ラズパイ 3B プラスとマイク。それからスピーカーですね。そしてその他モニターとキーボードとマウスが必要になります。はい、初心者なので、このスターターキットというのを購入しました。Amazon で購入しましたね。こんな風なものが入ってます。ラズベリーパイ 3B プラススターターキットで、必要なものが一式入ってるので、特に、初心者の人でも安心して、こんな感じですね。分解図だったり、こんな風なの Amazon で、これは 12,480 円でしたね。はい、そしてスピーカーは大事なのが、これ、3.5 ミリの、ここの、ここの部分が、こうなってるやつ、USB じゃないやつを買うのが大切です。こんな感じですね。こんな感じ。音もそんな悪くないっていうか、いいですね。いい音ですね。これ、1729円でしたね。はい。で、マイクはこれにしました。とっても音をきれいに拾ってくれます。こんなやつですね。これは USB になってますね。もっとちっちゃい超ミニっていうのもあったんですけど、なんか音を拾わないとかっていうコメントもあったので、安全策としてこちらのちょっといい方にしましたね。これは、現在在庫切れになってるみたいですが、いくらだったのかな ?1800 円ぐらいだったかなと思います。あ、1899円でしたね。はい、まず、ラズベリーパイでググります。それからメニューでダウンロード。で、その後ですね、この2種類出てくるんですけど、こっちでも試したんですが、オートブートがなんかうまくいかなかったので、こっちのヌーブスの方でやったら一発でうまくいきましたので、こちらにしました。それで、クリックを押して、私はこちらでもできるみたいなんですが、間違ってこっちでやって、あ、間違ったと思ったんですけど、うまくいきましたので、こっちどちらでもいい感じですね。どちらか好きな方をダウンロードするということですね。はい。で、早速 SD カードにヌーブスを入れたいんですが、その際に参考にしたのがこちらのサイトです。ファブショップというところですね。はい。このページでは詳しく手順が載ってますので、こちらのページを参考にされるといいかと思います。はい、フォーマットが完了した SD カードにヌーブスのファイルをドラッグ&ドロップして入れます。で、SD カードを取り出して、いよいよ組み立てに入ります。出るとこれこんなイメージなんですけど、開くと、よいしょ。ファンを最初取り付けるっていうことですね。これと、この金のやつとか、この青いやつですね。本体が熱くなるのを防ぐためのやつを取り付けると。これとこれとこれが合体した感じですね。で、この裏側に SD カードが入ってると。いう感じです。初回のセットアップで参考にしたのがこのキータのひげ丸さんという人ですね、はい、特にこの図がとっても分かりやすいかと思います。この図にのっとって挿していくってことですね。キーボード、マウス、ディスプレイ、電源で裏面には SD カードが入っていると、はい、電源を入れると言語を選択できるんですけども、日本語にするとなんかアレクサがうまく動かないとかっていう話を聞いたので、私はそのまま英語のままでいきました。で、この上のラスピアンレコメンデッドっていうのをポチッとしますね。そしてそのままインストールをポチッとするとこのような可愛い画面になります。はい、するとこのデスクトップ画面が起動するというような感じですね。はい、今回参考にしたのがこのバイラルサイエンスというチャンネルですね。この人の動画はすごく無駄がなくてわかりやすくてすごくおすすめです。いよいよ今度は Amazon デベロッパーで ABS をゲットするというですね。Amazon デベロッパーでアカウントを作ってサインインします。はい、ログインして、これ、アレクサ、ここですね。このページにいます。アレクサボイスサービスというページの、製品をクリックします。
すると、これ今回私が作ったやつですね。ラズパイアレクサという名前にしました。で、ここで、右側ですね。ここの部分です。製品を作成するっていうのをクリックします。そして、ここから製品情報を入力します。製品名何か好きなお名前をつけていただいて、ID もそうですね。自分が覚えやすい名前をつけると。で、ここをクリックして、これ EA にして、これは、アレクサなので、その他ですね。ここにアレクサスピーカーズと言いますね。で、これはアレクサスピーカーですっていうのを概要で入れるということですね。そして、これは真ん中ですね。ハンズフリーにクリックです。で、あとこの3つも、ノー、ノー、ノーに押して、NEXT をクリックします。はい。そして今度、さっきのですね、付けた名前をここに入れると、自分のガジェットの名前をここに入力して、NEXT をクリックします。そして、この他のデバイスっていうのをクリックすると、こんな風なの出てきますが、これをこのままダウンロードするということです。まず最初ですね、この、ドルマークのすぐ横の、この文字をそのまま、打って、Enter をするとアップグレードされますね。はい、その後ですね、アップグレードが終わりましたら、今度この3行も順番に打ってはエンター、打ってはエンターをしていきます。打つのが大変な方は、まあ、ここからコピペでいけると思いますので、コピーして貼り付けてエンター、コピーして貼り付けてエンターですね。アドレスがこちらの方になっています。で、次のコマンドを打つ前に大事なのが、この config.json ですね、Amazon からダウンロードしたやつありますよね。これの場所を変えます。はい、場所は、この、一番上見えますでしょうか。スラッシュホームスラッシュパイのところに、ここに入れます。はい、こんな感じですね。どこ行った？これですね。ここに入れますね。はい、そしてまた先ほどの、バイラルサイエンスのホームページの、ここのコマの、この2行ですね。これも入力します。そうするとですね、さっきの2行入れると、アグリーするかという画面になりますので、アグリーという、入力して、エンターをします。はい。アグリーを押すとこんな風にニョキ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 しばらくわーっと文字が伸びてきますのでしばらく待ってます。で、しばらく待つとイエスかノーかって打つ画面になるのでイエスイエスイエスと約束ですね。アマゾンさんとの約束に対してイエスイエスイエスと打っていきます。そして結構待ってやっとニョキニョキが収まったら今度またさっきの、バイラルサイエンスのホームページですね。この2行をまた打ちます。またニョキニョキしてそれが止まったらスクロールアップしてこのオーセンティケーションコード認証コードをコピーします。そしてコピーして再びログインすると今度はここにコードを入れてくださいという画面が出るのでそこに入力して続行します。まずはここまででアレクサが完成したという状況です。このコマンドをちょっと入力してみてください。今の状態でもアレクサ使えるんですけどもモニターとかキーボードがずっとついてる状態なので、ラズパイとマイクとスピーカーだけでもブートできるようにするために、まずこのコマンドを打ちます。そうするとこんなような画面になりますので、矢印で一番下までスクロールダウンしてください。そして FI のすぐ下にこの文字を入力します。はい、文字の入力が終わったら、コントロールキーと X を押して、その後で Y を押します。ここで、このコマンドでリブートするんですけども、これでうまくアレクサが起動しなかった場合ですね。はい、そしたら、まずこれを入力します。はい、そうすると、このような画面が開きます。で、この3番ですね、ブートオプションズを選んで、この1番を選びます。そして、今度 B の2を選びます。はい、これで自動的に起動するという設定になりました。Alexa, do you ever brush your teeth? I don't have a body. Alexa, tell me a joke. Why do Marvel fans like Taylor Swift? Because she loves to sing about her X-Men.そしてですね、最後、初心者がハマりやすいところで、私が1回ハマったのがここですね。アレクサは動いているようなんだけども、うんともすんとも音が聞こえないって言ったときに、これです。この最初1行目のコマンドを打って7番を選びます。はい、それからこの A4 のオーディオですね、これを選んで、そしてこれです。3.5 ミリ。これを選ばないと、これが選ばさってないと音が聞こえないという現象になってしまいます。最初はなかなかうまくいかないこともあるんですけど、ググれば何でもわかるので、失敗してもめげずに頑張ってください。Thank you for watching. I'll see you soon. Bye!